悠長、最初の言葉ですが、悠長五難なんていうのは、幽霊の幽でもありますけど、姿を見せない鳥というか、姿が見えない鳥。それでも言葉はあれでも姿は見えぬというようなことで、そういう鳥が鳴くのを喃喃というんですけど、ぺちゃくちゃぺちゃくちゃというか、ちょっとこう騒がしいような鳴き方をすることを喃喃と言います。口に辺に南で喃喃ですね。くしゃくちゃ喋る様というのが、鳥のさえずりを、なんとなく喃喃というと、鳥でもツバメだとかですね、スズメだってチュンチュンチュンで、ちょっとなんなんとは言いにくいんですけども、ツバメだとか、あとなんかそういうちょっとこうくちゃ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 っていうか、こう騒がしいけども、なんか楽しそうだなって感じの鳥の鳴き声ありますね。ああいうものをなんなんというふうに表現します。姿は見えない鳥が何ともこう騒がしくさえずっていると。そしてその鳥たちは、空の雲の向こうから飛んできてですね、そして、この乱歩乱れている山々の中に入っていったって、空から空の雲にこう、隠れている鳥がですね、鳴き声だけが聞こえてくる。で、それがひょって出てきて、山の木の、森の中に入っていったっていうようなことを、悠長五難難、雲を辞して南方にいるというふうな表現をするわけでありますが、これは何かということです。景色はこうなんですけどね。つまり雲の向こうというのは見えない世界ですね。見えない世界から見える世界に降りてきたということを簡単に言うと申します。で、これは何かということをこれから説明させてもらいたいわけでありますが、今世の中はコロナウイルスで、非常に新型コロナウイルスでね、ずっともう2年も騒いでいるわけですけど、あれは果たして最初に我々の姿に見えたかと、何も見えないものですね。見えないものが何をしているかって、世の中を騒がしているわけです。誠に悠長五難なん、雲を辞して南方に行って、この世の中を騒がしている、世の中を乱しているというような感じですね。最初の言葉、そういうものを拾ってきたんです。選んでみて、そしたらこういう前言があったということですが、でもそうだろうかなと思うんですね。私の体験なんですが、ちょっと今時期的にはちょっとずれましたが、ツバメというのが巣を作りますね。多分この辺でもたくさん巣を作ると思うんですね。昔はこの中でそういうことを思い出せる方あるかと思いますが、昔の家はどちらかというと開けっぱなしが多かったですね。そうするとツバメは巣は外じゃなくて中に作ることありませんでしたか？土間のところに入ってきて、上の方でツバメが巣作るなんてありましたよね。そうするとツバメにとっても安全なんですよね。だって中に人がいるわけですから、他の動物はなかなか入りにくいから。蛇なんかもし仮に入ってきたら、人間は驚いても蛇を追い出しますからね。ツバメにとっては天敵だけども、蛇が来ないだけでも助かりますからね。そういうことで中に巣作ったんでしょうね。で、人間は時々出入りするから、仮にピシャッと閉めても開けてくれるから、そこを狙っていけば餌を拾ってまた戻れますもんね。非常に賢いんですが、そのツバメの話なんですが、私は一応短大の学長をしておりまして、小さな短大なんですが、毎週水曜日には必ず行って講義をしています。で、そこである時に、講義の、へあの教室に行く時に、去年2年ぐらい前でしたかな、ちょうどその玄関のところにシューってツバメが来たんですよ。最初何かなと思ったんですが、それでしばらくは行くたびにこうツバメが来てたんですが、そのうちにだんだんそこに巣を作るようになった。玄関一応こう自動扉になってるんです。新しく短大変えたでもつか、こうわーって開くわけですね。すると、ここ開くここに巣を作ってるんですよ。
わかりますか？玄関のドアが開くその 上です。こういう斜面のこういうね壁ですから作るの大変ですよね。ところがあれペチャ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 で作るんですあれ。泥をピチャってやってくっつけてでその上に泥足して今度こんな風に作りました。へえこんなところに作るんだなと思いながら見てました。もちろんいたずらしませんよ。そしたらそこでこうやってるといつまでかそう来ては卵産んだんですね。卵を産むとどうなるかっていうとやっぱし他のものは狙うみたいですね。で蛇が来たとそこへまっすぐですかペタッと落ちちゃうし何が狙うかっていうといろんなあの他の大きな鳥が狙うようです。一番の天敵みたいなのはカラスですね。カラスが来てそこをやるんですがカラスだってこうその壁に作ってあるものですからカラスが飛んできてピタピタとこうしながらこんなことやるわけいかんでしょ口で。だからなかなかカラスもその取りにくいんですよ。取りにくいんですがカラスも敵も去るもので敵もカラスもっていうわけにはないけど賢いんですねあれね。ある時にその巣を落としたんですよ。どうやって落としたかっていうのを見てないから何とも言えないんですが多分こう飛んできてでこんなことやってると金が当たるから自分は危ないですからね。そしたらそうじゃなくて多分スーッと格好したんだと思います。それでその巣のところにまっすぐ向かっていってそれでドカーンって自分が落ちから自分も危ないわけですからどうせなくてこうしながらスーッとこう曲がるというこれ何度か訓練してだんだん近づいていったんじゃないですかね。それでこうやっていきながら最後はこうキューッと曲がるときに足かなんかでガッとかけてで巣をそのままボタンとしたの落としたんですよ。で落としたら卵とか帰ってひながらもんとかそれでちょ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 ってやってふっていったんです。わかりますか？そしたらどうしますか？ツバメはヒヒヒヒ鳴いてどっか行ってしまうかと思ったらそんな甘くないんですね。ツバメもねまた今度はもうちょっと違う場所に巣を作りました。今度はもっとこういう角っこで危ないところでその玄関のそこでそしたらこうバーンとどっちでぶつかるからいいかなと思ってその辺作ったんですね。そしたらそれも落とされたんです。もうそうすると作る場所はないでしょう。どうやってそこをカラスをやったか分かりませんがともかく1羽できたのか2羽できたのかそこを落としたんですね。でダメになった。そしたらもうツバメダメになった諦めてどっかで他のところで作るかもうやめるかなんかするかなと思ったらば今度また3度目作ったところがある。今度どこだと思いますか？そこの近いところですがこう玄関で今こう自動扉がありますけどそのこちら側でそこは下は車が通るって人間も通る場所ですけどもつまりもっとその人通りが激しい場所そしてカラスにとっては攻撃しやすい場所に作ったんですよ。そうしたらカラスが今度はそこは避けたんです。なぜかというと車が時々こうまあ説明しにくいんですけどこう渡り廊下みたいになっていてそこの下は車が通れるようになってるんですよ。でここは人間もすぐ玄関に入る入り口ですから人間もよく通る場所です。ということは人間というのは学生とか教員ですよね。だからよく見える場所です。でもちろん玄関も見えるんだけど玄関はなんとなく時々しかこう開きませんのでだから何が言いたいかと言いますとカラスにとっては一番攻撃されやすい場所に作ってだからはっきり言うとカラスが攻撃しやすい場所なんですが実はカラスはしなかったんですよ。でそこで卵を産んで育てたんです。育ってしまったんですね。はっきりどういうことかというと一種にツバメ自身もここでダメなら諦めるっていう最後の場所だったみたいです。でそれがどういうことかというとみんなが見える場所普段ではツバメはそんなところ作らないんですけどみんなが見えて触れる場所ですよ。そういうところに作ったら今度カラスが意識的にそこを避けたんですね。人間がこう手が届くような場所ですから面白いですね。でそういうことが実はこの雄鳥五難南雲寺して南方にいるっていう世界に
感じられるんですね。本当にこの、この難しい場所じゃ難しい世界なんですが、実に簡単な場所というのか、誰もが行ける場所でも、そこに至るには大変に苦労しないかわからない場所、そういうことを悠長五難難苦も辞して乱法にいるというこの五の中から少しでも感じていただけるとありがたいですね。こういう他の禅の書物の中にこんな言葉があります。悠長五難難苦も辞して乱法にいるという、その時は一体どういう世界なのか、どういう世界というのか、どういう境地なのかっていう質問をした人がいるんです。その時に、答えた人があります。これは老子さんが答えたんですが、私は草がぼうぼうと生えているそういうところに行くぞと、お前さんはジャングルみたいなところに行きなさい。意味わかりますか。悠長五難難苦も辞して乱法にいる、この境地は一体どんなもんですか。私はな、草だらけで誰も行かないようなところに入るぞ、お前さんもジャングルみたいな密林の中に入っていけと言ったんです。つまり この世界が分かったならば、どんな苦労でもどんな困難な場所も厭わないぞという境地なんだって言うんです。だから最初にこの言葉を言ったのは、実は本当は難しい世界なんですね。でも今のこのコロナ騒ぎにはこの言葉がぴったりあんというような気がするもんですから、ここに置きました。次の一線採点をする、一つの矢を射ったところ、あっという間に採点というのはインドということです。インドの世界に飛んでいっちゃった。後の祭りって言葉、皆さん ご存知ですか。そういう言葉ありますね。もう手遅れだよっていうのはかというね、もうこの矢はあっという間に飛んでいくんだぞと、もたもたしたらとてももたもたした人間にはとても見えるわけがないぞっていうのが、この一線採点をすぐっていう言葉です。3番目が実はですね、選んだわけじゃないんですけど、たまたま目についたものですからこの言葉を入れたんですが、これを見て取らざれば思うこと、これを思うこと千里というのは実は同じ内容なんです。その場所で見事に捕まえないと、あっという間にこれは千里も先に飛んでいってしまうよというのが、これを思うこと千里という意味です。ですから一線採点をすぐというのとよく似ています。ですからわざと入れておいたんですが、これは意味あっておいたわけです。一線の線という字は矢という意味です。この意味矢の矢ですね。この矢を言った時に、皆さん意味矢で人をどうのこうなんてやったことないですし、あれ私もやったことないんだけど、婚姻矢のごとしってことはご存知ですか。この矢は実はこの矢のことを書くんですけどね、こういうふうに書くんですけども、婚姻っていうのは分かりますか。時間が経っていくことですね。まあ、ことにあっという間に時間が経っていくぞ。その矢を書くんだと思って、普通の矢ですか、この矢だと思ってたから。ああ、こっちですか、そうですね、こっち書くんですよ本当はこっちなんです、これは日本語の矢ですよ、これね。中国語の矢でこっちです。
でまさに一線祭典を過ぎというのは公園屋のことし、そのことなんですけどもね、まあ世の中のことはこういうことばっかですね。3番目とこうか合わせて説明したいと思いますが、これ見て取らざればこれを思うこと背にっていうのはもう一つ違う表現がありまして、これ見て取らざればその時にきちっと手に入れとかなければこれを思うこと背に、もう思った途端に背に先に行ってるっていう言葉ですが、もう一つ違う似た意味で潜在も相がたしっていう言葉があります。潜在の在っていう字は実は1歳2歳の年の歳っていう字使ってもいいんですが、そうじゃなくて乗せるっていう字を使うんですけどもね、潜在も相がたしってことはつまりここで見事につかめとかないと千年も経ったって絶対手に入らんぞっていうような言葉があります。これと同じことです。今ここで私は話をさせてもらってますが、その時その時皆さんってこういうふうに理解されたように頭をこうされますね。それは分かってるなということでもありましょうが、まずここから出た途端に全部忘れてますから潜在の相がたしっていうよりも聞いても、分かったというのと本当に体得したというのは違うんですね。理解したということと本当に手に入れたということとは違うんですね。どこが違うんでしょうね。理解した、何か分かったっていうすぐ我々はこううなずきますね。でもそれがその人の血となり肉とならなければいざという時にその言葉としても出てこないでしょうし、行為としても現れないですね。でその本物になるためにはどうしたらいいかってことです。それがこれ取るということですね。取得するの種ですね。これができるかできないかってことなんですね。で取るためにはどうしたらいいと思いますか。こういうふうに話を皆さん聞いていただきますね。その言葉がはい分かりましたっていうよりもその言葉を違う言葉で表現できる、我が言葉で表現できるようになったら本物になる。こういうのを我々の世界でこういうふうに言います。実産実語と言います。実産実語という言葉を使います。これ実産というのは、まあ、本来の意味は参禅するということです。本当に老子のもとに行って自分の境地というものをぶつけて、そしてどうかというふうに問うことを参禅するというんです。参禅というのは皆さんそういうふうに思ってないと思いますけど、本来はここにあるんです。 そのように老子と対決していればその人の言葉っていうのは本物になるってことで実語って言います。だからここで知識の中で頭の中に入れた言葉は時々口から出てくるかもしれませんが、そうじゃなくて自分の中に一応入れて反芻して自分の行動の中で練れてきた時に出てくる言葉が実語っていう言葉です。だからその人は日本語で聞いてももし自分の本国語っていうか英語圏の人とか中国圏の人だったら中国語の圏の人だったらそれがその国の言語でもってそうやって出てくるってことです。日本語で聞いた言葉でも自分の国の言葉で直せる、そのことを実語っていうんです。で日本人だったら日本語でいいわけですが、その人その人の持っている使って普段の言葉で出てくる、難しい言葉じゃなくて普段の言葉で表現できる、それこそ本物っていう意味です。そのようにならないと実は一線祭典を過ぎてもう後の祭りになりますよということですね。言葉もそうですが本当の言葉ってどういうことなのかということをちょっとある人の
体験で思い出したことがありますが、これはもう私は正源寺に戻る前は和歌山の興国寺という寺の住職をしておりました。で、興国寺には大体20年近くいたんですが、その向こうに行って間もない頃ですね、まだ信用運数としての時代ですが、ある方が、ある方って寺の和尚さんですけどね、ふらっと来られて、で私とこう話をしたわけです。今度興国寺に来た運水さんだねなんて言って話、はいそうですなんて話をしました。その時にまだ私運水からこうそのまま行ったような感じですので、この今のような年取った雰囲気じゃなくて若々しい雰囲気なんですよ。で体ももっとがっちりしておりました。その時にね、掃除かなんかしてたらしくて、その和尚さんが後で非常に恋になりましたからね、最後葬式にも私させてもらったんですけどね、その方からね、ある時にこんなこと言われました。初めて会って、それで興国寺はその和尚さんにとっても大事な寺なもんですからね、今度来た運水が興国寺守ってくれるかどうか心配で来たみたいですよ。ところが会った途端に、あ、大丈夫だと思ったって言うんです。何がどうしてか分かりますか？いい顔してたからって意味じゃないですよ手を見たらしいんです。手を見て、手のこの感じを見て、あ、こいつなら大丈夫だと思ったらしい。その当時はもう手をいっぱい使ってた立場ですからね、手がごつかったんですよね。でそのごついだけではなくて、なんとなく何か感じたんでしょうね。手を見て、実はあなただったらここをやってくれるなと思ったって言ってました。その和尚さんがいろんな話をこう暇があったりとかどっかで会うとしてくれるもんですけど、和歌山県では非常に名物和尚で、自分の寺にカンボジアとかですね、ベトナムとかですね、あっちの東南アジアの要するに、親が亡くなってしまっただとか、要するにみなしごになってしまったような人たちを引き取って、で日本でもちろん日本の学校に入れて、で寺に置いて育てて、でさらに彼らが高等学校とか大学に行きたければどんどん応援してあげて、大学以来大学院まで出してあげるというような方でした。和歌山県の裕福な寺ではないんですけどね、そういうことを積極的にされた人です。でそういう面でも世間でも非常に有名な方でしたが、その方がね、ボランティアっていうか、なんかそのカンボジアとかそういうところでその戦争孤児とかたくさんあるでしょ、そういうご縁もあるもんですから、あるところにそういうなんていうんですか、訪問なんとなんていうんですかね、助けるための訪問ですね行った時の話をしてくれたんですが、でどんなことかっていうと、あるところでいるその たくさんの食べ物だとか医療品だとか持って、そのカンボジアから訪ねて行って、で難民キャンプのようなところに行って、その慰問品っていうんですか、それを届けて、で本人も一緒に行って、で自分も必要最低限のものを持って、あと大半はその食べ物とかですね、医療品を持ってこう自分も持って行ったんだそうです。で現地でこうどんどん配ったんだそうです。で最後に食べ物をこういっぱい持ってましてね、そのこの食べ物は子どもたちにあげようと思って持ってきたんだそうです。そしたら子どもたちが食べ物あるから寄ってきなさいよって言ったら、あーって寄ってきたそうです。でそのパンを一つずつこうあげたの。でみんな一人一個ずつだよと言って渡したんだそうですよ。だからありがとうってパッともらったら、すぐそのパッと破いてガバッて食べる、あるいはなんか隠れて食べる、いろんなことあるかもしれないけども、ともかく一人一個しかないよと、でみんな配った。で一人の男の子ですが、ずっと並んでどん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 それぞれ渡した、彼にも渡したんですが、じーっとこう待ってるんだそうです。余ったらば一つもう一つ欲しいって顔なんですね。で一つは持ってるけども、もう一つ欲しいって、だけども全部配ってしまって、もう何もないから、袋もこう見せて、もう何もないんだよ、もう一つ欲しいみたいだけども
多分その兄弟とか誰かにあげたいからでしょうね。もうないよって言ってこう見せた。そしたらその子がどうしたか、でもうんとは言わないけど、ともかくうんってスッとこう持っていった、どっか持っていくみたいですよ。で普通はパッと破って食べるのが当たり前で、もふっと動いていくから、ちょっとこう不思議に思って後をついていったんだそうです。でずっとその子は食べもせずにずっと一つのパンを持ってずっと行って、あるテントの中にスッと入っていったそうです。でこの和尚さんも中入っていった。でこう開けた途端にムッとしたそうです。異様な匂いがしたんです、そのテントの中全体が。そこには子供も含めていろんなその非常に重症者がずらっとベッドに横になっていたそうです。だからもう傷の匂いとか、そういういろんなその動けない子供のいろんなものの、まあ、はっきりとものすごい匂いで、ね、したそうです。それでうんと引いてんだけども、中にじーっと見ていたところ、その子供がですねパンをこうちゃんとやって、でそう寝ている子供たちもたくさんいるわけでね、そこに行ってこうパンをちぎって小さくして一人一個ずつこう食べさせたりあげたりしてる。手で取ってくれるものにはあげて、そうでない子には食べさせたりとか、でずっとこうやって回ってる見て、このお医者さんも本当に気づいてね、この子を抱きしめてうーんとうなったんだそうですね。それからこのお医者さんは子供たちを日本に呼んで少しでも勉強してもらったり何かのためにっていうふうに思って活動してた人なんですが、その人の和尚さんの違う話です。ここからするのはそういうご縁で、そういうまあそういうボランティアという言葉では足らないぐらいですけどね、そういう救援団みたいなことをやってた方なんですが、ある時にでその国がどういう状況か見たくてですね、縁のある人たちと一緒にその国に入って、もちろん慰問のためのものも全部持って行って、ある時にそのもうちょっと奥まで行ってみたい、どのような戦ってる国ですから、そのちらっとそういうところまで行った時に、実はふーっと中まで入り込みすぎてその国のゲリラに捕まったことがあるんだそうです。普通ゲリラに捕まえれば命は失うんですけど、その姿がお坊さんでしょ。でああいう国々は仏教の宗教者に対して非常に寛容って言ったらあれですけど尊敬しているもんですから、他の国の人でもその急にはそのことしません。でしないけどだん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 そのゲリラに捕まれば持ってるもの全部右に剥がされてしまって、でもそのほっとかれたらジャングルの中で死んでしまうんですけども、まあ剥がされたけども一応ついてこいってことで最低限の食べ物だけは用意してくれたんだそうですわ。食べ物とかその生きるための。でその時に最初はもう命取られると覚悟したんですけども、たまたま連れて行かれたところ、まあ、お坊さんだってことも分かったんでしょうね。少し扱いが優しくなったと。優しくなった上でさらに出家者お坊さんだってことが分かったもんだから、逆にこう悪かったけども物は返さないけどもある簡単なようにしたことをしてくれたことがあったんだそうです。でその時に悪かったねって言って、じゃあ一緒に食事でもしてもらいましょうなんて言って、あるベースキャンピングみたいなところでこうちょっとしたご馳走をいただいたりして騒いだことがあったんだそうです。そしたらそこにはゲリラな人だけじゃなくて、いろんな民衆もいてですね、でちょっとした歓迎パーティーみたいなことをしてくれたんだって。そしたらその時に若い女の子たちもいて踊ってなんかしてるのを見ていてですね、ついこの和尚さんもちょっと肩の力抜けたんでしょうね。でその女の子たちが踊ってるのを見て、ふっとこんなことを質問したんだそうです。みんないい顔してるんですけどね、だけどこの中で一番の美しい女の子ってどの子なんですかって聞いたんだそうです。美しい女の子ってどの子ですかって。そしたらこの日本人と感覚違うからね、この髪の毛が長いだとか目が黒いだとか姿が濃いとかいろんなことを言うかなと思ったら、綺麗な子ってっていうふうに質問したとき、僕もって言ったんだけど、もう一度何の質問ですかって、
綺麗な女の子ってどういうタイプなんですかって聞いた。そしたらね、こういう答えてドキッとしたそうです。なんと答えたと思いますか。綺麗な女の子ってどういうタイプですかって。そしたらこうパッと言われて自分も恥ずかしくなったそうです。なんて言われたかというと、心の綺麗な子だって。心の綺麗な子が美人なんだそうです。という答えられて、自分をちょっとこう頭がゲリラに捕まったんですからね。本当あの、まあ、ある面で言うと、あの人間性でもちょっとね、悪い方の人タイプかと思ったら、そうじゃなくて非常に深い考えを持っている人たちの集まりなんだってことを知ったってことを言っていましたね。何が言いたいかって言いますと、案外我々はあの常識でもってものを考えてしまいますけど、本当のものって本物って何かっていうことですね。それをこういう前後の中から感じ取っていただくとありがたいの。その本物が何かっていうのは一線採点をするってやつだし、これを見て取らざればっていうものが本物だってことなんです。でこれはあの勉強して分かる問題でもない。もちろん信用者だから分かるってわけでもないんですけども、これはある面で言うと悟らないと分からないっていう世界なんです。で悟るためには一体どうするか。有情五難難の世界を手に入れるためには、うっかりすると一線採点をする、これを見て取らざればこれを思うこと正義というふうにあっという間になってしまうんですが、次の4番目なんです。修路を切断する。これがないと実はダメなんだって言うんですね。どういうことが修路を切断するかっていうことなんですが、修路っていうのは諸々の流れを切断、流れって意味なんです。じゃあ諸々の流れって何かっていうと、俗の流れです。これは意識の絶え間のない流れって言うんです。これをシュールと言います。我々の意識というのは次々いろんなことを考え、そして捨てたり拾ったりとか大事にしたりとか、でも自分が大事にしたものに時が変わればガラッと変わってしまいますね。あの常識が非常識になる。コロナ騒ぎは誠にそうでしょ。今までの日本の常識が全部覆ってしまったようなものです。今皆さんマスクされてるけど、マスクして人と会うなんてことはね、相手が風邪でも引いてれば別ですけど、そんなことは今までなかったですよね。そうするとマスクされしてると皆さんも思われるでしょうけども、知ってる人が知ってる人でなくなっちゃうんですよね。だって半分隠れてるわけですから、その人の一部しか見てないから違う人のように見えることもあるわけで、で知ってる人なのに知らない風になってしまう。これが常識になってしまうとやっぱり変な世界ですよね。そういうものを全部切断する、切って捨ててしまう、こういう時が一度来ないとダメでしょうなってですね。修路を切断して、天敵も損せず、天敵も許さずなんてこともあるんですけど、そういうことが続きます。一切合切を捨て去ってしまう。実は修行の世界ではこの時が訪れないと本物にならないと言います。ふっと思い出したことがあります。これはですね、ちょっと前の話でここでもしたことがあるかもしれませんが、ある女性から電話があってですね、まあこんな話だったんですね。実はこの間母親から片身立ちってあるものを送ってきたって言うんですよ。で離れて住んでるもんですから、その人のところに片身が送ってこられた。で「そうですか、よかったですね」って言ったら、「何があったんですか」って言ったら、あのその母親のまた母親から伝わってきてるもので、まあその家族の中で女性に伝える片身なんでしょうね。で何かというと心中だったそうです。大きな真珠だったんです。こんなこのくらいかどうか知りませんが、それにこう金の鎖がついていた。
ネックレスっていうことでしょ。でおばあさんから使ってるもんですから、あのなかなか立派なものらしいんですけど、でよかったですねって言ったら、いや良くないんですよって、何が良くないのって言ったら、汚れてるって言うんですよ。真珠って汚れるらしいですね。もちろん知りません、私は知りませんが、長く肌に身につけているとだんだんくすんでくるんだそうですね。で、あの白い真珠、白いんでしょ大体ね、それがね黒っぽくなってるんだそうです。そうするとなんとなく汚く感じるんだそうですね。でこれでは使えないなと思って、どうしようかなと思ったんですが、形見ですからね。でも金鎖は、金の鎖は純金だったそうです。だからキラキラ綺麗なんだそうです。だからこれを外して鎖だけにしようかなと、金の鎖だけにしようかなと思ったんです。だからこれ外そうと思ったけど、なかなか素人では外れないんだそうですね、あれね。でどうしたか、で専門家のとこ持ってって外してもらえば簡単でしょうけども、そこまでする必要ないと思って、どうしたかなと。それならば、こんなこと普通女性は思わないと思いますが、その人はそう思、こう思ったんですよ。ハンカチで包んで石の上に真珠を置いて、金鉄持っていってコンコンってやればパカンと割れて外れるではないかと思ったんだって。いいですか。こういうふうに思う人も少ないと思うけども、その人はそう思った。でそうすれば鎖だけはちゃんと使えると。形見の一部、真珠はもうこんなになって汚れてるんで、とても磨くって言っても難しいだろうと思うから、そうして割ればいいと思った。そして金槌で持ってきてコンコンって、もちろん割れないんだそうだ。で割れ、それだったらどうするかって言ったら、ゴンゴンってやる。それでも割れない。だからガン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 と髪振り乱してやったそうですよ。でガンガン叩いたけどもびくともしないんだそうです。真珠ってものすごく硬いらしいですよ。他の宝石だったらどうか知りませんが、真珠はなかなか割れるもんじゃないらしいです。だから眼科に行ったけど割れないから、しょうがないから諦めて、まあ使えないけども、まあ何かの折にそれ専門家のところ持って行って外してもらおうかなと。でこのハンカチをふっと取ったわけです。そしたら腰が抜けるほど驚いたって言うんです。どうしたのって言ったら、真珠がないんですって言うんですよ。ん、砕けてないのに真珠がないってどういうことになったら、いや前の真珠がないって言って、どうなってる、どうなったって言ったらね、いやキラキラ輝いたわ、新しい真珠になってるって言うんですよ。もう本当に宝石店から買ってきたばっかのような、というふうにキラキラ輝いてるって言うんですよ。え、何かしたって言ったって何もしてない、悲しいったどうなってしまった時に思ったのが、我々の信用の世界と全く一緒だなと思った、これがシュール切断すってやつです。シュール切断す、シュールっていうのはさっきも言ったように、あの意識の対面の流れって言いますけど、これは煩悩とか妄想とか我々の持っている余分な考え方ですね。これを取るにはどうしたらいいか。はい、あの考えません。あの自分自身でね、これ間違ってるから捨てましたなんて、そんなもんではないって言うんです。ガンガン叩いて、それこそ燃やし尽くさない限りはダメだ。煩悩モードっていうのは、捨てるんではない、燃やし尽くすって。この真珠のくすみとかね、汚れというものはどうして取れたかっていうと、ガンガン叩くとものすごい熱を帯びてくるでしょ。それがガン叩けば叩くほど硬いもの同士だから、あっという間にものすごい熱になります。もうそれは何かというと、この煩悩や妄想を焼き尽くすっていうか、燃やし尽くしてしまうような熱になったんだ。だから全て汚れがなくなってしまった。修行の世界は全くこれなんです。ちょっと座禅をすれば全部立派な人になるじゃなくて、自分自身で自分を叩きますが、他からも叩かれる。そのことによって持っている悪しき考えたとか悪しき世界がみんな燃え尽くされてしまう。そのことをシュール切断って言うんです。
こうしないと一線祭典をすぐこれを見て取らざればこれを思うこと千里の世界にずっとどっぷりと使ったままになってしまう。